はい、いきなりの実況になりますということで、いってみよう。この組み合わせは今自分の中で狙い、3対3なのに、よしよし、ポジション取りは良くなった良くなったというか、後ろ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっとかわいそう、真ん中にいる人はかわいそう。あーっと、みんな余裕をかましてたら、あー、いやー、腕が疲れる。よし、よし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 、よしよし、いやー、メカニッカちゃん強い慣れてきた。ロックオンみたいのがないんで、こういう1対1対1っていうバトルロイヤルになった時のターゲッティングっていうのが難しいですね。あー、またハブられちゃった。あ、バトルか。お、ちょっと稼いでる人との対戦。お、構成がなんかリボルバーリボルバーですね。やっぱリボルバーいいんだな。やっぱ投げが有効、投げゲーになってる。後発動でも搭載とかそういうシステムはないので、よし、くーちくしょうリプレイやめてくれやっぱ稼いでる人は強い。熱い。キャラクター変えてみるか。まだやってないやついるかな。チャイナやったっけな。やったな。忍者らでいきましょうかね。とレートが上がってきたんで、組まれる人も強い人っていう感じですね。この人さっきやったような気がするな。手数で選ぶとこれかな。曲がってもしょうがないんで、よし、投げの、これはスマッシュがあるみたいですね。両手で。ああ、危ない。よし。よしよしよし。さすが忍者、でかいね、動き。動きが速い、よーし。当てどこがいいとスマッシュになりますね。
よし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 、バレーは面白いな。バレーはとかしてる。よし、取れ高がまあ自分なりに出たところで、一旦この枠ですね、切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。